ポール・モラン、1925年以前ポール・モランは、フランスの作家、外交官である。短編集、夜開く、夜閉ざすで、一躍、ベストセラー作家となった。パリ政治学院を卒業後、外交官として、各国を回った。その傍ら、詩や小説を書き出し、マルセル・プルーストとも親交を持った。1920年代のモダニズム小説として知られる、夜開くで、一躍有名になった。優雅な紳士で、国際情勢にも詳しいモランは、社交界の寵児となった。モランの作品は日本でも、堀口大学により、精力的に翻訳され、日本モダニズム文学に影響を与えた。1925年に、バンコクのフランス公使館へ赴任し、その途上、ポール・クローデルを訪ねて、日本にも立ち寄った。この時の旅行記に、土地以外何者もないがあり、大阪は産業地獄であると評すなど、日本の印象についても触れている。第二次世界大戦中に、親独のビシー政権の外交官であったため、戦後にナチスドイツの協力者として糾弾され、スイスに亡命した。長らくフランス分断への復帰は叶わず、フランスへの帰国が許された後は、旅行記の執筆などをしたが、戦前に見られた作家としての勢いは失った。1968年にはアカデミー・フランセーズ会員となった。AB モダンの表彰としての外交官=作家憎悪の虚実、米、バニティフェア誌に掲載されたフランス人作家ポール・モランの記事をめぐって、吉沢秀樹、成城文芸、79-62、2016-12、成城大学文芸学部 AB 翻訳科、堀口大学をめぐる一考察、ポール・モランという言説をむらし、山梨国際研究山梨、県立大学国際政策学部起用No.1、パリを語る柳沢健、中央公論社、1929年。ポール・モランのコスモポリティスムの変遷、中島博之フランス語フランス文学研究67巻。ありがとうございます。